アミドゥサリーフは、ガーナ・アクラ出身のサッカー選手、FC ペトロルプロイエシティ所属。ポジションはミッドフィールダー。出身地ガーナでは、元同国代表、スティーブン・アッピアーが過去に所属し、同国サッカー協会元会長、ニャホニャホタマクローが経営していたことでも知られる、アクラ・ハーツ・オブ、多くの下部組織に所属し、サッカー選手としてのキャリアをスタートする。 ロミオとジュリエットトーナメントにおいて、イタリアのクラブである、ビチェンツァカルチョのスカウトの目に留まり、2008年に、私、同クラブに移籍する。しばらく下部組織に在籍していたが、2010年11月20日に、セリエ B のタイカルチョパドバ戦で、トップチームデビューを果たす。当時の活躍を目にした、アッコフ・フィオレンティーナが2011年1月31日に250万ユーロで、 共同保有権を購入、同クラブの下部組織に加入することになった。同年4月23日には、わずかな出場時間ではあったが、対カリアリカル初戦で、トップチーム及びセリエ A デビューを果たした。同年8月13日に、フィオレンティーナが残りの保有権を獲得、完全に同クラブ所属の選手となった。監督が死に者ミハイロビッチからデリオロッシに変わると、 トップチームの一員として扱われるようになり、2011年12月17日の対アタランタ BC 戦では、スターティングメンバーとして出場した。その後は、カブリーグへの期限付き移籍が続き、2016年2月1日、セリエ B のブレシアカルチョに加入した。2016から17シーズンは、レガプロのマントバイ FC でプレーすることが発表された。 2017年7月28日、シーズンローンの形で、ビチェンツァに復帰することとなった。2018年7月13日、買い取りオプション付きのレンタルで、US アレッツをエカニした。U-20 ガーナ代表に招集されている。キャリア初期は、ディフェンダーとして、主にサイドバックの選手だった。その後中盤にポジションを移し、広いエリアをカバーする。 守備的なミッドフィールダーとなる。戦術理解、技術、スピード、フィジカルすべてに秀でており、同胞のマイケルエッシェンと比較される。フィチャーレイ、プレッシャー、アラバイルメジアのセレーフ。tutomercatoweb.com t com。2016年2月13日閲覧。フィチャーレイ、モントバ、ダーラフィオレンティーナアラバインプレスティとセレーフ。 t u t t o m e r c a t o w e b c o m 2016年11月11日閲覧カルスオマーケイトビチェンザアフィシャライクレスチェンジーイーセレーフコリエーレデロスポーツ2018年1月20日閲覧フィチャーレイアンケイセレーフオールアレッツォインプレスティトコンジリットディリスケイトフィオレンティーナイット と、2018年7月28日閲覧。ココスキャモメディオアミズセレフ、probabileviolaviolanews.com、2012年1月12日閲覧。フィオレンティーナ、セレフイルプリモベビービオラプロマッソ、スッカルパトノロミジー、アグイエフオランティーナ、イット2012年1月12日閲覧。ありがとうございます。